決めた。よし、うん、よし、どうですか。あとはお前の運命を決めた。そこです。よし、どうですか。さすがです。アリショナーは攻撃されると有害なガスを吐く習性がある。坑道内などの閉じた空間だと毒が充満してしまう。ポサヤだけを採取して相手にしない方が良いだろう。間違いない。これがポサヤだ。では、坑道から出よう。どういたしますか。ポサヤを手に入れることができたな。少しは役に立てたかな。はい、ランディ様、ありがとうございました。私はこのままジュワイナに戻るとしよう。困ったことがあれば尋ねに来てくれたまえ。できる限り力になろう。ではまた会おう。
あ、コリンちゃん、これでいいんだよね。はい、これで大丈夫です。これでこいつの体治るんだよね。薬を完成させるには時間がかかります。しばらくしたらまた来てください。うん、わかったよ。戻られましたか。平和維持軍の責任者に話をしました。あちらの大陸のことは彼らにお任せして大丈夫そうです。よくやってくれました。では一斉攻撃の段取りを決めましょう。こちらの大陸にある流血島はホメロスに一箇所。それはフォメロス軍に任せてもいいでしょう。連絡を入れれば即時攻撃可能な状態になっていますから。それからヒンギスタン王都の南に一箇所。現在ヒンギスタン軍が待機中です。兄様に頼めばすぐにでも攻撃可能です。残り一箇所は大地の里の北、森の奥ですね。そこを皆さんで担当していただきます。まもなく森の中に侵入ルートが確保できるはずです。森の中？ルートを確保しなければならないような場所なのですか？海から近づければ良いのですが、海岸沿いにスクリーパーが集結しており、とてもではありませんが近づけません。そこでリクロ、ではその場所はどこでしょうか？レイスタンを少し南に下ったところです。我が方の警備隊が警護しているのですぐにわかるでしょう。エレベーターをご利用になる場合はスキャナーに社員証を通してください。